本局の解説を担当しています松本武久です。よろしくお願いします。今回第4局なんですけども、なんといってももう井山さんと一力さんっていう今一番もう日本で活躍している2人の対決で、しかも今一力さんが2勝していて井山さんが1局勝っている状態なんですけれども、この後名人戦や、あと、そうですね、棋聖戦ももしかしたら、一力さんが挑戦者になって、たくさん番号を打つ中で、この五星戦の結果によって、やはり、どちらが有利になるかっていうのがあると思うので、この一局は非常にお互いにとって大事な一局になります。そして本局なんですけれども、最初に序盤に、一力さんが、この構えから大々ゲーマに打って、これは見慣れない形なんですけれども、井山さんも対して、こちら側から入っていって、なかなか、見慣れない形の割には、かなりスピードが速かったです。そして、黒が攻めてから、白も、逆に攻めてしまうような打ち方をして激しい戦いになったんですけれども、ここまで進んだ時に実は一力さんにチャンスがありました。実戦はこちら側につないだんですけれども、ここに膨らんで放り込むのがうまい手でして、で切りを打って、そして当たりまで打たせてから、それからそうですね、切りに行く手もありますし、このあたり打っておいても、先手で白を一眼にさせていますし、黒も、そうですね、これすぐに切ってもいいんですけれども、切った時に、白はここに入れないので、丈夫になっているっていう利点がありまして、先にこちら側を打つのが非常に厳しかったです。実戦をつないで、そうですね、こちら側につないで、右下を強くさせたんですけれども、この後も非常に、お互いの主張が激しくぶつかり合っています。実戦は、つないで頑丈にさせたところに、つけて様子を見て、そして、一力さんが、もう、当ててつないで、もう、聞き筋がないように、受けて、そして、井山さんは逆に正々堂々と、しのぎに行って、一力さんは最強に抵抗して、今、この時点で、お互いに、一力さんの方は、これで死んでいると判断していて、井山さんの方は、これで、十分手になっているという判断だと思いますので、この後、どちらの読みが勝っているのか、非常に楽しみなところですね。では、この後、後半戦もお楽しみください。失礼いたします。